パパニコロウ染色パパニコロウ染色は、細胞標本染色法の一つ。1928年に、細胞診について報告した医学者、ゲオルギオスパパニコロウの名を取って、パパニコロウ染色と呼ぶ。英語読みのパパニコロウ染色と発音する場合もある。パパニコロウの発音は、ギリシャ読みである。癌や感染症の染色法として、現在も臨床現場で広く用いられている。 核炭や血液、主要細胞などの検体をスライドグラスに飛末し、飛末後1秒以内に95%エタノールに30分以上固定し、浸水の95%、80%、70%、50%エタノールで、核一層、核10回で入りさせ、水洗を行い、核染色のヘマトキシリン染色液を3分以上固定。水洗を行い、 分別して0.5%塩酸水溶液に固定する。水栓し脱水するため50%、70%、80%、95%エタノールで核一層、核十回で入りする。細胞質染色である OG100 染色液を1分以上固定。分別し95%エタノールで核一層、核十回で入りする。 細胞質染色である EA100 染色液を2分以上固定。分別脱水死95%、100%エタノールを各1層、各10回で入りする。凍しキシレンを3層、各10回で入りし、封入して乾燥しないうちにコーティング剤を吹き付け自然乾燥させ、標本を作成する。聖火電のヘマトキシリン染色液は、 不荷電の拡酸と結合資格を染色。細胞質は分子量の異なった3種類の不可にした酸性色素であるオレンジ G、エオジン Y、ライトグリーンスファイの細胞への拡酸度の相違によって染め分けられる。特徴として核構造が鮮明、透明度が高い、細胞質の色分別が可能が挙げられる。染色されるものは以下の通り。ありがとうございます。